ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さんありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2678年、平成30年1月2日火曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。ただいま午後6時20分少し前です。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。さて、いよいよ新しく国会も始まります。この国会での議論はやはり北朝鮮の対応、北朝鮮に対する対応、さらには少子高齢化の問題、そして憲法の問題、これらのことが議論になるでしょう。ようやく憲法に関してもね、この占領憲法を私たち日本はね、御所大事に今日までよくよく持ってきましたよね。いよいよね、ようやく、いよいよというかようやくもう70年もね、ね、だってようやく憲法について国会でね、憲法そのものについてね、国会で議論始まるようです。さて、よくね、いろいろな昨年の安全保障関連法ねについて議論があった際によく国会にね、参考人として各党がね、憲法学者と称する人たちをね、国会に呼んで彼らの意見を述べるようになってますね。これを見てね、皆さんなるほどなと納得してる方もいれば、どうもインチキ臭いよなね、皆さんが大学、まあ大学に行かなくてもね、法律を少し仕事上でね勉強した方があれば、方であれば、これはどうも法の体系から言っておかしいんじゃないかなとね。まあもちろんね、憲法を法律に入れていいのかというところの議論もまだあるんですけどもね、一応国体ってことでねあります。さて、それではですね、憲法学というのは何なんだろうというところなんですが、もちろん憲法はね、憲法をね研究する方々、その方々が憲法学者と言ってますよね、日本ではね。ところがですね、日本のように憲法だけを研究するね、あるいはあの憲法学者と自分でね名乗るのは世界に日本だけなんですよね。もちろん法学者だよとね、海外では法学者だよと、私は法学者です、その中で特にね憲法について研究してますという方はいます。あくまでも法学者なんです。ところが日本ではどういうわけか自ら憲法学者だと法学者だと言わないんですよね。これをお話しするとね、初めて聞いたという方もおられますね。そうなんだよねという方もいます。ニヤニヤしてる方もいますよね。じゃあ、まあ私の話を前に聞いた方々はニヤニヤしちゃうんでしょうけどね。これは戦後 GHQ の指令により日本国憲法が制定されね、GHQ がね、
GHQ の指令によってできたいわゆる占領憲法なんです。このですからね、正確に言うとこの憲法は憲法として成り立たないんですよね。要するに占領軍が作った憲法で、要するに占領軍が指令命令して作らせた憲法なんです。ところがね、じゃあそうかといってこれ無効であるよと意味がないよと言ったんじゃ、当時やっぱり国家が回りませんから、その正当性を擁護するためにね、宮沢俊義という法学者ね、ご存知のように東京帝国大学の法学部の教授であった宮沢俊義っていうね法学者がね、いいことを考えたんです。憲法学をね独立させたんですよ。私はねこの時ね、これまでねごく最近までこの宮沢俊義という法学のね学者はね、もうとんでもないやつだなと思ったんです。ところがね、最近また公開されたような文章ありましてね、あるいは若い研究者の方々のいろんな意見を聞くとね、非常にいいアイデアだったんですよね。さすがにこの宮沢俊義がね教授もね、占領憲法をね正当なる憲法としてね認めるわけにいかないんですよね。やっぱり汚点になりますよね、その後々ね。そこでね、これは非常事態にね独立させたんです。要するに法学ではないとしたんですよ。いわゆる法学ではない、法学の脇にちょっとね外したんです。これもまたね、私たち日本の国の敗戦っていう GHQ 占領下の緊急避難的なものでしたからね、これもやむを得なかったかなと私もね今推察してます。しかしね、その後昭和27年の独立後もね、この日本国憲法を改正することなく今日に至ってるわけなんですよね。なんとね、それからもう70年も使ってるのよね。独立してから65年ですか。私ことながら、私長谷川隆は昭和27年生まれなんでね、独立後に生まれた子なんですが、そうすると現在においてもこの憲法がねどういう憲法なのかということは、最近ね若い方々はもう耳の中に入ってきて理解できるように なりましたよね。ところがね、私たちのような60代そして70代の人たちはね、占領憲法という言い方するとね黙っちゃうんですね。これは正当な憲法なんだということになってるんですよね。それでいて国家を運営してきましたからね、今さら占領憲法であれはね、良くない憲法、良くないっていうか憲法としての要件を満たしてないという言い方をするとね、カッカカッカしたのね。まあ理解してる人はそうだなって、大体10人のうち9人はね、あそうだなって理解できる。あと10人のうち1人はね感情的に理解できないんですよね。感情的に理解できない。あくまでもね、日本の憲法はまあご存知のように占領憲法です、ね、それはじゃあなぜその占領憲法と言われるかというと、まあもちろん GHQ の指令によってできた憲法ですし、その原案はね GHQ がもう作ったものですからね、文書からね。それからじゃあなぜこれまたダメかというとね、日本が独立してない、いわゆる昭和23年にね施行されたんですよね。そうすると日本の国は27年に独立しましたから、一応ね、もちろん現在においても自主防衛についてはね、防衛についてはまだ独立してません。あくまでも
米国の傘の下にありますからね。そしてこの独立についてもね、やっぱり中途半端な独立なんですよね。というのはなぜかというと、日本の憲法はどういう趣旨で作られたかというと、日本の国を占領軍が占領し続けるために作った憲法なんです、ね、これも分かりますよね。そしてもう一つは、米軍が、まあ、いわゆる連合国軍ですよね、実質米軍ですね、米軍が広島長崎に原爆を落として大量虐殺をした。さらには東京をはじめ日本の大都市、中小都市、小さな都市までもね、焼夷弾を使って、これまた民間人をね、大量虐殺をした。虐殺ですね、これは戦争行為ではないです、虐殺です。そしてこれに対して日本の国が連合国軍に後々報復できないように作った憲法なんです。つまりこの2つですよね、日本を占領し続ける、これはもちろん実行されてますね、米国がね、日本を占領し続けてます。これは現実としたね、歴然とした事実ですよね。ところが私たちもどうもね、それに慣れきっちゃってるもんですから、これでいいのかななんてね、中には立憲民主党のように、そうでなくちゃいけない、この憲法でなくちゃいけない、米軍がね、アメリカ軍が占領していなきゃダメだ、日本を守らなきゃダメなんだということになっちゃいましたよね。現実としてこの憲法においてはね、そのまま今日に立っています。日本の国を連合国軍ね、そして現在においてはその中の米軍がね、日本を占領し続けています。そして日本には一応ね、法律上ね、建前上軍隊はないってことになりますね。戦争するための軍隊はない、まあ言葉のお遊びですけどね、現実は戦争そのものはね、国際法でもうすでに禁止されてます。自主防衛のためのね、正義のための軍隊であるということになってます。しかし現実にね、この戦車がね、攻撃のためのものか防衛のためのものかというわけにいきませんよね、現実としてね。ですから日本の国では戦車を特殊車両とかね、変な名前から言ってますよね、大佐をね、一佐だとかね、そんな風に呼んでますよね。ですからこの問題を考えたとき、これも憲法にね、関わってきた。しかしじゃあそばといってね、これはまた別の機会に話しますが、憲法がよく今議論がされているように、憲法を改正しなければ自主独立、自主防衛ができないんだということにはなりませんね。あくまでもこの憲法については、今お話したように攻撃をする、要するに日本に侵略戦敗してるね、日本に占領しよう、あるいは日本の領海領土を侵犯した者についてはどう対応したらいいか、対応する方法なりをこの憲法の中には盛り込んでない。ですからまあ よく言われるところの、日本国憲法には重大な不備がある、足りないものがある、ね、備えてないものがある。しかしその不備があるからといって自主防衛ができないというわけじゃないんですよね。あくまでもその法に条文がないというだけなんです。ですからきちっとした、ね、法律を制定して備えなければいけない。
ここで私がね、この憲法学者を、この憲法学者について話を持ち出したのは、国会でのその参考人として来られる方々がね、ただの素人さんなんです。法律の法の体系については分かってない。憲法の条文で言葉遊びをしている方々なんです。ですからまあ聞いたことあるかと思いますがね、私はあの憲法学者のことを法学者の人たちはバカにしてますよね。バカにしちゃいけないんだけれどもね、要するに法律になってない、言葉のお遊びになってるんですよね。そしてなんとね、笑ってしまうのはね、この憲法学者の中に自衛隊は憲法に違反する疑いがあるなんていうことをバカなこと言ってる人なんでね。要するに憲法の中だけから見てるとそんな風に見えちゃうんでしょうね。まあ要するに本来ならばね、この憲法学者と称するね、法律についての法についてのね、法の体系についての素人さんをね、まあ、あの精神主義者っていうんですか、趣味の方々をね、国会に呼ぶこと自体がね、バカな話ってはバカな話なんですよね。きちっとした人を呼ばなくちゃダメなんだけどね。そんなことで憲法学者のね、お話は面白いおかしい分でね、楽しい分にはいいけども、少なくとも実質的に日本のためになってないことに、最近の憲法学者と称する方がね、日本を貶めようとする反日勢力のね方々なんだよね。こんばんは。ですから憲法については議論する際はね、この素人さんの憲法学者という称する方々のね意見を元にしないでね、法律あるいは法学の体系の中でのね議論を大いにしましょうよね、皆さん。そして一緒に勉強しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。